頭のネジが飛んでるやつだ。内部からの連絡はない。中にはまだ要員が残ってると思うが、返事がないし設備は封鎖されている。生存者がいれば探し出す。この計画について何か知っているだろう。なんだって。死に際で奴は何も恐れていない。奴をエースケミカルに近づけるな。復讐の始まりだ。今夜盾がつく。確かここにいろ。私が探してくる。その男は軍隊を組織している。そいつの名前が欲しい。ベネズエラの諜報員からの情報によると、これと同じバッジをつけた兵士が機密の施設で訓練を受けてるらしいわよ。司令官が何者かは不明だけど、そいつの名前だけは分かってるわ。アーカムナイト。アーカムナイト。そいつをハッキングだ。計画を知りたい。他にはエースケミカルの作業員が現場に残されている。スケアクローと爆弾を探す助けになるはずだ。彼らを見つけよう。作業員は個別の ID チップをつけてる。個人記録にアクセスして彼らを探し出す。近くのブースにセキュリティターミナルがあるわ。行って。武装した兵士が5人。危険だな。ターミナルにアクセスする前に奴らを倒さなければ。よく聞け。スケアクローによると化学反応はもうすぐ完了する。この施設からの脱出はあと30分で開始。オラクル、作業員が殺された。もう奴らを止めなくちゃ。聞いて、軍隊の通信ネットワークに侵入した。これからはどのチャンネルの通信も聞くことができるわ。ありがとう。
施設の中にバットモービルで入れそうだ。奴らに借りよう。変えさせてやる。ゲートが開いた。さあ車で入るぞ。メインゲートが開いた。1億ドルの戦車はお前に向かっていくぜ。中庭にダイヤモンドバッグを配備しました。ヤツは死んでも当然です。あなたの60ミリ砲なら敵の戦車の装甲も貫ける。何発か直撃させなきゃいけないけどね。なんだ本部長、どうやってこれを。バットマンだぞ。質問はなしだ。始まったね。そうらしいぜ。ここがお楽しみだ。不意打ちさ、水平線の彼方からヘリが来て標的に向かってブツを爆発させるんだ。じゃあどうしてお前はヘリに乗ってないんだ。昨晩食ったものに当たったらしい。軍用食のせいだ。まだ寒気がしやがる。つらいな。過去最大の作戦なのに俺は雨のだけでじっとしてる。憎たらしい化学プラントの外でね。バットマンがこっちに来たら俺たちバットマンを殺した男になれるかもしれないぜ。それを使う前に車をそこまで運ばなければ。大丈夫、人大丈夫だ。
ターミナルにアクセスできる。オラクルは正しかったのか。データ接続開始、暗号解読。奴らのセキュリティシステムは更新が必要だな。オラクル、ID コードを手に入れた。バンテージポイントからバッドスキャナーで作業員の位置がわかる。オッケー、一番高い建物をマークした。落ちないでね。Come on!
戦車は第一ターゲットに触れることもできません。予想以上の攻撃力です。なかなかやるな。やつに戦車は破壊されたぞ。戦車はまだまだある。だがここにはいない。やつが向かってきたらどうする。ここで待つ。何のために。命令待ちだ。ここじゃ丸見えだ。やつは俺たちが一人ずつ倒してますぞ。完璧だ。バットスキャナーを使って作業員を探せる。スケアクローとアーカムナイトの会話を聞くことができたわ。あとは頼むわよ。ヤツがいたんだ。終わらせることもできたのに。まだヤツを倒してはいないが、もうすぐだ。もう十分になった。バットマンは今夜死ぬ。どうしてヤツを嫌うんだ。お前には分からないだろう。復讐劇はもうすぐだ。今日が最後の夜になる。確実だ。アーカムナイトが誰か思い当たる。あなたと過去に関係がありそうだけど。敵を大勢作ってきた。成功だ。施設内にはあと4つの ID マーカーがある。無事を祈りましょう。you
2人目の作業員も死体だ。阻止すべきだった。バットマン、ねえ、ロビンとも話したけど、彼に手助けしてもらうべきよ。相手は軍隊なのよ。俺たちはチームだ。町のために戦う。私に任せろ、ロビン。お前にはするべきことが他にあるだろう。それは後でいい。ダメだ。今のこの状況でお前が集中しなければ事態はますます悪化する。ティムに厳しすぎるわ。彼は手伝いたいの。個人的な感情で判断を誤るな。私がティムを危険な場所へ行かせたいはずないでしょ。でも彼はあなたの役に立つかもしれない。ロビンが彼らを救出できなければスケアクローの爆弾と同じような被害が出る。これで3人が死んだ。動物以下の奴らをタダでは置かない。奴らを止めましょう。そうでしょう。エレベーターでの移動はここまでか。何だと？作法を教え
えてやろうか。やめろ、自業自得だ。さあ男らしくしろ。もう大丈夫。君が思うよりも深刻だ。知っていることを話してくれ。奴らはプラントを操作し、トラック、武器と兵士、危険物質を運び込んだ。全員が抜かりなくな。奴は毒ガスを大量生産しているんだ。それはまずい。まずいぞ。我々はガスの雲が東海岸を覆う話をしていたんだ。スケアクローはどこだ？俺にはわからない。わかるのは奴が計画を立て、軍隊がバックアップしてることだけだ。もうダメだ。私が止める。まず君を連れ出そう。エレベーターで待て。スケアクローは見つけたか？まだだ。まずい状況だ。これ以上どう悪化する？奴は東海岸を覆い尽くせるほどの毒ガス爆弾を製造中だ。部下を連れてここを出ろ。死刑に着いたら建物を封鎖して誰も外に出すな。部下は退避させるが、私はここに留まる。何か見つけたら知らせてくれ。ジム、危険すぎる。奴を止めろ。君ならできる。出られない。このエレベーターが家に沿ってるし、壊れてる。降下させてはまずいな。アルフレッド。わかりました。初回のスキャンによると、その物体は無人で遠隔制御されています。武器のロックを解除だ。さあ、ゴミを入れよう。俺にかかるか試してみよう。
聴者、俺もそっちに行きたいが、まあ邪魔はしたくないんだが。おい、男を切らせよ。お前は勝ったわけじゃない。今夜お前に全てを償ってもらう。町中に軍隊の戦車がいます。ゴッサムは占領されました。スケアクローの爆弾を阻止できなければ町はなくなる。ここから出してくれるんだろ。よかった、助かった。素振りを見せたら撃つな。ああ、バットシンボルだけは撃つなよ。あれには秘密がある。奴の一番強い場所だ。まず弱点である肩、そしてスーツの継ぎ目を撃て。頼む。何か言ったか。放っておけ。常に弱者や無力なものを守る、そういうところが好きだね。わかりやすい。だから俺たちが勝つんだ。お前の考えも動き方もお見通しだよ。私が考えていることがわかるか。もちろんだ。こう考えてるな。この男は誰だ。いや、お前らのどちらを先に倒そうか考えていたんだ。そうかなら気が合うな。俺は本気でお前を殺す。だがまずは苦しませてやる。ターゲット発見。何か一言でも言ったら殺す。ゴッサムは俺たちのものだ。分かってないな。この男にはもうチャンスはないんだ。包囲したぞ。諦めろ。後悔するぞ。Come on.
もう大丈夫、安全だ。遅すぎたよ、俺たちはもう助からない。奴の爆弾のことは知ってるよな。奴はどこだ。奴は中央混合室にいると言ってた。わかるだろう。奴は毒ガスをばらまく気だ。ガスを浴びた人を見てきたな。放出されれば大変なことになる。そんなことはさせない。バットモビルで待っていろ。連れ出してやる。ジム、二人目を救助した。そちらへ向かう。スケアクローはどうする。奴は中央混合室だ。技術者の無事を確認したらすぐに追いかける。聞いてた通りひどいのか。もっとひどいよ。だが私が奴を止める。頑張れ、本部長の元へ連れ帰る。オラクル、スケアクローが中央混合室で爆弾を準備している。侵入経路が今必要だ。待って、あと数分で。見つけろ、バーバラ。忍耐は美徳なり。知らないか。この二人はラッキーだ。別の作業員はスケアクローに殺された。畜生。彼らを死刑へ連れ帰ってくれ。気をつけろ、ボス様は軍だらけだ。お前はどうするんだ。オラクル、スケアクローはどこにいる。もう時間がない。最後の手段だけど、一つだけ入り口があるの。ただ内側から閉ざされてる。供給トンネルはどうだ。施設の壁の裏側を通ってる。今場所を送るわ。何をするつもり。どうするか。スケアクローを全力で阻止する。次にナイトを倒す。